徳川の世も百年、戦国時代の動乱を知る者もなくなり、人々は元禄の太平を謳歌していたが、わずかな者たちの間には今もなお武士の魂は消えていなかった。勅使のご登場が早まったそうで、その件については問題ない。しかし何です？浅野が失敗しなければいいんだが。浅野さんには先ほど知らせておきました。あいつは資料が足りない。それに怒りっぽい感触待ちだそうで。あんなのとはこれっきりにしてほしいもんだよ。違う、梶川くん、赤い靴下黄色。この間の恨み思い知り合い。浅野さん、電柱です、電柱ですよ。話せ話せ話せ。梶川くん、助けて。早見、分かったか。早見、何があったんだ。どうしたんだ、何かいい。少し待ちましょう。待て、何があったんだ。大石さんは、大石さんは今留守だ。いいから言え、何があった。殿が電柱にて人情、電柱にて人情に人情。殿がバカだ。本当か。本当です。どういうことなんだ、とにかく詳しく話せ。殿は公務で江戸城におりました。午前11時頃、江戸城松の廊下にて吉良幸助之助様が通りかかったところ。違う、梶川くん、赤い靴下あきーくらーほっ。キラの背後からまず人たち。浅野さん、電柱です、電柱ですよ。振り返ったところをさらにもう人たち。この間の裏に思い知れ。梶川くん、助けて。そこで取り押さえられたそうです。それで殿はどうなった。早見、早見よ。殿は即日切腹、藩は取り潰しが決まりました。しかしどうして殿はキラを。何かあったに違いない。それについては匿名で証言を得ました。おっ、前からさ、キラさん、アソンさんのことあんま気に食わないって言ってて、お役目の時もシカトしたり、わざと嘘を教えたりして、アソンさん結構キレてましたよ。キラは生きています。じゃあキラーも切腹か。いえ、お咎めなしです。なに、キラーは今どこに。屋敷に戻りました。堀部さん、キラーを撃ち、殿の仇を撃つ。行くぞ。はぁ、焼きそばなんだ。大石さん、やめることじゃなくて、まず袋から出したら別な器にこう入れて、で醤油こて入れて、それから日本酒なんかちょっと入れて、でかって揉むの少し、ほんで1時間ほど放置したらね、大石さん、殿がいい具合にこれ広がるんだ。大石、染み渡って染み渡ってな。それで我らと行動を共にで炒めるだろ、野菜の方も。大石さん、それをあなたが何と言おうと我らは討ち入ります。行くぞ。ああ打ち入っても屋敷の図面がないと勝てないのでは。その通りだ、図面だ、吉良邸の図面が必要だ。用意しろ。でもどうやって。吉良邸に忍び込み、図面を手に入れましょう。誰がそんな危険なことを。すでに矢頭を屋敷に忍び込ませました。こよいのマッハです。マッハか。マッハです。マッハか。マッハです。マッハか。マッハです。しつこい。図面の他にもう一つ重要なことがあります。なんだ。我ら一同誰も吉良の顔を知りません。そうだった。キラって誰。ヤガシラ、どうだった。おお、しかしやはり詳細な図面は難しく。ダメか。あれ、おそらくこの辺かと。こっちに来い。はい。このズラ野郎。キラの顔の方はどうした。はい、キラ邸の人たちを確認してまいりました。よっ。若妻富子、自称20歳、キラ62歳、ブルース・ウィルスに似ております。梶川32歳、そしてキラ邸に取り付いたおぞましい悪霊
生前の恨みを晴らすべく今日も毎日恨飯屋。浅野匠の神様の幽霊です。腐った雑巾の匂いがしました。キラはどうした？キラは？キラはいませんでした。それじゃあダメだろ。その代わりキラの似顔絵を持ってまいりました。似顔絵？これです。出ました。なんだこれは。おい、私が描いた似顔絵です。図面と顔は揃いました。打ち入りましょう。揃ってないでしょう。どこの誰を打ち取るって言うんです。いや、揃ったことにしよう。ボリメさん、我らの目的はキラを打ち取ることだ。だが我らはキラ邸に打ち入るどころかこの家すら出ていない。おまけにこんなものばかり増えて。こんなものって？我らは打ち入らねばならないのだ。油の顔にマヨネーズ使うのもオツだぞ。だから図面も似顔絵も便宜上揃ったとしよう。便宜上ですか。よし、これでキラ邸に打ち入ろう。日記キラを打ち亡き殿の恨みを晴らすのだ。おお、打ち入りだ。おお、行くぞ。おWe'll be right back.